はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。引き続き、スターホースポケットをやっていきたいと思います。前走ですね、ドバイターフを制しました。カタノアアラベスク。次はですね、ビクトリアマイルにこのまま挑戦させたいと思います。今ですね、差しになっておりまして、瞬発力を本当は上げるか、客室を転換していかないといけないです。ベスト体重は488キロでしょうから、そこに向けて、鍛えていきたいと思います。さあ、ちょっと調子の方が心配ではあるんですが、ここでですね、勝負根性か、調子回復いきましょう。で、ですね、これでベストですね。いい状態持っていきました。ただまあ、差し売りは先行の方が良かったので、果たしてG1 で通用するかどうか。早くね、先行に戻したいな。まあ当然でしょう。これは牝馬限定戦で負けるわけにはいきません。で、あとスイープ投手ですね。ダイワエルシエロ、これ美味しそうだな。ウィングレット、ヤマニワラバスターとかも怖いですね。まあ結構人気は割れたような気になりますが、さあビクトリアマイル出走です。ヘブニーロマンスも言いますね。レコデドールもいたり、なかなかのメンバーじゃないでしょうか。楽しみです。さあ、府中の森に集い、牝馬精鋭12頭、スタートの瞬間を待っています。ビクトリアマイル1600メートル、12番、スティリンラブがちょっと立ち遅れ、
果たして先頭に行くのは、やっぱり行った、やっぱり行ったぞ。ダイワエルシエロか。先頭、この辺りちょっと離れているダンスインザムード、ウィングレット、外から行こうというところ、マイネルベル、そして内からはアドマイアグルーブ、ヘブンリーロマンス、そのうちに5番チアフルスマイル、これが人気を集めているカタノアラベスクです。その外前走よりは、早めに、前をとっつけてますね。後ろから5投目ぐらい。結構飛ばしてるような、まあそうでもないか。まあちょっと早いかもしれないですね。さあ、なかなか動いてこないぞ。カタノアラベスク。なんかパッとしないよ。いやー伸びないですね。届かないんじゃないの？いや、これはかわした。ギリギリ長くいい足でかわせましたね。まあ東京だからかわせたとも言えます。まあ一安心ですね。さあ、これで、次はもう、WBC 出したいと思います。あと62周ですか。これでおよそ半分ですね。もっとコインは稼ぎたいところではあるんですが、まあ10戦8勝というわけで、なかなか無茶をさせられないっていうのは気になるところではあります。なんかおみくじを恵まれないですね。来た、ラッキー話。これで馬風石をいただきました。またデイリークエスト完全制覇です。ねえねえ、はい、というわけで、ちょっと危ないシーンもあったんですが、ビクトリアマイル、G1 を優勝することができました。さあ、次は WBC、挑戦したいと思います。応援よろしくお願いいたします。はい、ゲーム動画で行こうではですね、チャンネル登録、高評価、動画の拡散、またコメントなどを歓迎しております。よろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また、この動画、最後の20秒、画面が変わりまして、関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間がありましたら、そちらを見ていただければ嬉しく思います。というわけで、スターホースポケット、をプレイいたしました。ゲーム動画で行こうでした。